米軍 UFO 調査で未確認航空現象タスクフォースを設置。昨日、アメリカの国防総省が未確認飛行物体、UFO などの情報収集や分析を行う未確認航空現象タスクフォースを設置したと発表しました。国防総省は正体不明の航空現象の起源や本質に対する理解や 見識を得るためにタスクフォースを設置した。主な任務は、国家安全保障の脅威となりうる現象の探知と分析、分類だと声明を発表しておりますが、現在はこの UFO、UAP とも呼ばれておりますけれども、日本においても6月17日に、 仙台上空に気球にプロペラや太陽光パネルが搭載された謎の未確認飛行物体が確認されておりますので、まあ、こういった物体は飛んでいるだけでその他の航空機にとって脅威となりますので、まあ、その物体の出どころをしっかりと調査し 対策を講じる必要がございます。現在はアメリカにおいてはアメリカ軍の基地上空においてもこういった未確認飛行物体が確認されているようでございますが日本政府にもこういった未確認飛行物体が国内においても確認されてしまっておりますのでしっかりと調査が行えるように 今後は同じような物体が確認された場合は、関係省庁が連携し、正体を分析し、対策を講じていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました